え？はい、皆さんどうも。はい、こんにちは、こんばんは。私、きなこと申します。シューと申します。はい、今日のゲームはですね、繰り返す夏。このゲーム、なんとプレイ時間2分だそうです。そうらしいですね。はい、そして今立ち上げた時に、繰り返すというボタンだけ出てきてちょっと驚いておりますが、そうですね、はい、スタートとかじゃない、始めましょう。はい、久しぶり。これは鈴鹿ちゃんですかね、鈴鹿ちゃん、涼香ちゃんかな。これは殺草の殺に章で、殺章じゃないし、はやとかな、はやと、まず鈴鹿はやとでいきましょう。はい、はい、久しぶりだな。帰ってきてくれて嬉しい。相変わらずここは空気が綺麗だな。そりゃ田舎だからね。覚えてるか、何を。昔作った秘密基地のこと。覚えてるよ。学校終わった後に毎日寄ってたもんね。毎日バカみたいに騒いで楽しかったな。そうだね。でも今思えばもう少し勉強しとくべきだったよ。ん？どうしたの？鈴鹿、俺夢を叶えたよ。アイドルになるって夢。え？嘘。ファン一号としてとっても嬉しい。デビューしてから忙しくて会いに来れなかったけど、今度大きなところでライブができることになったんだ。ハヤトおめでとう。特等席のチケットあげるよ。できたら見に来て。うん、絶対行くよ。ふぅ、暑いな。あの日もこんな風に暑かったな。あの日って、ハヤト、鈴鹿が死んでからもう3年か。え？え？え？俺がアイドルになれたのは鈴鹿のおかげだ。鈴鹿が死んでアイドルの俺ができた。でもなんだろうな、夢が叶ったのに全然嬉しくないんだ。俺はアイドルになってもよかったのか？私はハヤトがアイドルになってくれて嬉しいよ。1年後。久しぶり。久しぶりだな。帰ってきてくれて嬉しい。え？え？え？終わり？終わった。初作品のダウンロードプレイありがとうございます。ノベルゲームとして至らないところもたくさんあるかと思いますが、理解してくださると幸いです。この作品は、読めなかった。全部そうか。あ、これもう一回やってみる。うん、一緒かな。後半読めました、最後の。いや、あの黙読やったらすぐやけど、あの音読してくれてるから。そうですね。なるほど、選択肢とかないんやね。もう読むっていう。そうか、そうか。ノベルゲーム。あ、なるほど。これは隼人くんのが独り言を言ってたのか。まあ、で鈴鹿ちゃんはまあ、なんちゅうの、霊になってき、可愛いはしてるっていう。次、黙読で後半読めばいいやん。どこまで読んだかな。この作品は死んだことに気づいて、死んだことに気づいていない少女とお墓にやってきた少女の幼馴染との会話です。最後、死んだことに気づきますがまた忘れちゃいます。少女の返答と青年の独り言が少しかみ合ってないかもです。今後の作品とも、よろしくお願いいたします。あー、はい、なるほど。皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。なるほど、結構、なるほど、面白かったです。はい、はい、ではまた次のゲームでよろしくお願いいたします。はい。